いろんなコーナーの詰め合わせ、いいことプラス。最初はイベントを一つ紹介します。コンサートや演劇など日本でも毎日さまざまな舞台芸術が開催されていますが、ここで紹介するのはオペレッタ。一般的なイメージは喜歌劇、喜劇であり歌劇であるということです。今日は来たる11月8日9日両日、渋谷区の伝承ホールで行われるオペレッタミスシカゴ公爵を準備するムジカチェレステの稽古場にお邪魔しました。多分なんかそういうお辞儀みたいなのがあって、ええ、で決まりがあって、それでトトトトトって、イベント終わったらね。はい、はい、でしたね、はい、あ、はい、はい、そうでした。私は我が子は限らぬ赤い地方、かわいそう、かわいそう、自らも出演するムジカチェレステ代表の佐藤さんにお話を伺いました。オペレッタは一言で言うとオペラとミュージカルの中間と思っていただけると分かりやすいかなと思います。オペラの生演奏で、聞かせる歌手の人たちの演奏や、あとミュージカルのエンターテインメント性ですとか、踊りや芝居やいろいろな要素が入ってくるようなところ、その中間として両方のいいとこ取りをしたものがオペレッタだなと私は思ってるんですけれども、私オペラはイタリア語でしたりフランス語、英語というふうに言語で上演されることがもう今では慣習となっているんですけれども、オペレッタの場合は日本語で歌うことでダイレクトにお客様に伝わりますし、その一つの一つの曲の間にセリフも入りますので、とても分かりやすく、しかしながら生演奏で素晴らしいオーケストレーションと、あとしっかり鍛え上げられた声楽家の生の声を届けるというところがとても魅力です。それと私が好きなところは、オペレッタは人が死なないというところが、はい、とてもいいなというか、最後にこう見ていたら最後に悲しい気分で終わらないというところが、はい、好きです。ミスシカゴ公爵お待ちしてます。いかがでしたか？ぜひ11月8日9日お運びください。